皆さんこんにちは。厚木市が掲げる重要項目の一つに交通死亡事故ゼロへというものがあります。その取り組みの中にある事業について一緒に見ていきましょう。とある小学校の下校風景です。肩に何かつけていますね。それ何つけてるの？俺はウェアラブルカメラって言うんだよ。何のためにつけてるの？僕たちの安全を守るためなんだよ。ウェアラブルカメラは小型のカメラで、小学生の目線で通学路を撮影することができます。さらにハンズフリーでの撮影が可能なため、撮影者の負担が少なく危険が少ないという利点があります。それでは実際の映像を見てみましょう。まず小学生の下校の様子です。ここでストップ。ここの横断歩道が薄くなっていますね。これだと歩行者が確認しづらく、思わぬ事故につながるかもしれません。次に運転手からの映像を見てみましょう。運転手からの視点でもかすれた横断歩道は見えづらいことがわかります。続けて見てみましょう。またストップ。子どもたちが通るグリーン帯が見えづらくなっています。ここのグリーン帯が薄くなっているため、自動車と歩行者の境界線が曖昧になり、接触する危険性が高まっています。さらに続けて見てみましょう。ストップ。ここでは小学生が横断歩道ではないところを歩いていますね。このように斜め横断をしてしまうと、運転手からは予想外の場所から子供が出てくることになるので、車と子供がぶつかってしまう可能性が出てきます。これらの映像をもとに会議をしています。見てみましょう。実際に撮影された映像を確認し、市役所の方々によって小学生の通学路の安全を守るために話し合いが行われています。この会議によって小学生の通学路がより安全になっていきます。先ほどの3つの映像がどう変わったのか見ていきましょう。まず先ほどまで薄く見えにくかった横断歩道が舗装され、きれいになりました。これにより自動車からも歩行者からも見やすくなり、より安全になりました。次にグリーン帯が薄く見えにくかった道です。緑色にきれいに塗り直されたことで、自動車と歩行者との境界線が分かりやすくなり、接触事故の予防につながります。最後に小学生が斜め横断していた道路です。映像のように小学生が横断歩道ではない道を横切っていましたが、横断歩道を舗装し、小学生から見やすくすることで認識しやすくなり、横断歩道の上を渡るようになります。たまに旗を持った大人が子供を誘導することで、児童の意識改善につながります。そして横断歩道の近くにポールを立てることによって注意喚起ができ、安全になります。このようにウェアラブルカメラの映像を通して、子どもたちの登下校の安全を守るために、厚木市では全ての小学校でウェアラブルカメラでの通学路点検を行っています。